やれやれだぜ、ドバーン。どうも、空城中川翔太郎ジョースターです。はい、この番組では現在世の中で起きている事件や原因不明な謎の真相を深く深く掘り下げていくぜ。やれやれだぜ。なんと今日はオラ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 。今回のため池ナウは、世界一受けたいジョジョの奇妙な授業、作者の荒木裕彦先生に会いに行く編。スタープラチナザワールドズギューン。なんと、ジャンプ漫画史上最も奇妙な漫画と称されるジョジョの奇妙な冒険の作者荒木裕彦先生のなんと仕事場の前まで来ています。うわー、うりりりりりり、死ぬぶ、どうしよう。神でございます、神。名作ジョジョの奇妙な冒険は、主人公ジョナサン・ジョースターと宿敵ディオ・ブランドーとの戦いからスタート。第2部はジョナサンの孫ジョセフが食物連鎖の頂点に立つ柱の男と戦う波紋バトルの集大成作品。ジョセフの孫空城丈太郎とディオとの戦いを描いた第3部では、初めてスタンドという能力が登場。第4部はジョセフの隠し子である東方丈介と仲間たちがスタンド使いと激闘を繰り広げる作品。第5部はディオの息子ジョルノ・ジョバーナがギャングスターへ上り詰める姿と仲間との友情を描いている。第6部はジョータローの娘空城ジョリンとジョースター家の因縁の敵との戦いをメインに描いた作品である。第7部からは続編のスティールボールランがスタート。連載開始から20年、大河漫画と称される超大作である。いやー、素晴らしいです。ですね、私は本当に荒木先生のジョジョの奇妙な冒険、丈太郎様と結婚したいという目標がありますので、ぜひ荒木先生に今日は突撃していろんなことを聞きたいと思っております。それでは仕事場の方にちょっと行きたいと思うのですが、いやいやいや、ちょっと今日はゴールドエクスペリエンスですね。楽しみですね。ズギューンズギューン。いらっしゃいますかね、いらっしゃいますかね。おはようございます。バーン。どうも。ジョジョの奇妙な冒険の作者荒木裕彦、1981年のデビューから週刊少年ジャンプを中心に活躍。緻密なストーリー展開と独特の描写が印象的なカリスマ漫画家である。バーン。どうも、九条丈太郎こと中川翔子です。どうも、すいません。初めまして。荒木先生、すいません、今日はいろいろ突撃取材をさせていただいて、ちょっとよろしいでしょうか。ごすれやばいんじゃないやばい、出ました、ズギュー。失礼させていただきます。どうしよう、ドキドキ。信じられない、荒木先生が、神様が目の前にいらっしゃる。どうしよう。この服作ったんですか。あ、今日のために作ってきました。ちょっと引く。1時間目はジョジョを生み出した荒木先生の仕事場に潜入。失礼します。あ、まあ、いいですよ。仕事場ですか。まあ、何にもないのが取り柄なんですけど。いきなり仕事場。すごい。あ、普通にこう原稿のコピー。そうですね、これはコピーですね。うわ、すごい、原稿のコピーとかいろ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 。うわうわうわ、仕事の資料ですか、これは。そうですね。うわ、すごい、これで、この仕事場で数々の丈太郎様が。僕の机はここですけど、先生の僕ちょっと一番、まあ、みんなと一緒にやるのがちょっと好きなんですよね。もう皆さんと同じ部屋で、もう向かい合わせになって、うわー、もう生のこれはただの下敷きですか。あ、いろいろ使ってありますね。そうですね、キャラクターちょっと忘れるんで、あの服とか、覚えてられるよ。そうそう、丈太郎のやつもちょっともう記憶に定かじゃないかもしれない。おお、あ、いきなり生原稿。生原稿。これはスティールボールランドのちょっと最新書きかけ。ゴイヤー。スティールボールランはジョジョ第6部に続くアナザーストーリー、現在ウルトラジャンプで連載中の作品である。うわ、あまりの興奮に。先生、こいつの名前ウェカツコって言うんだよ。ウェカツコ、ソールドアーツさんの。
あのですね、実はあの私歌をソルダートのしんのすけさんに書いていただいて、持ってますよ、弾いてる、うわー、勤めの荒木先生が持ってる、ズボーン、いやギガントウレシスでございます。いやちょっとあのそれであのしんのすけ様からウェカピポが今度出るよと聞いて、本当かなと思ったんですけど、本当なんですね。そうですね、強いですよこいつ、ウェカピポ強いんですね。強いですよ、しかもなかなかのイケメンでらっしゃる。まだこれ半分で僕がペイン、僕だけの仕事です。ここにアシスタントがこう背景変えたりとか。この力強い線は何で描かれるんですか？力強い、うん、いや普通のペンですけど。これは G ペンですか？わあ、見て、数々の筆ペンも触らせていただけたり。ひゃー、簡単に触らせていただけたんですよ。ズギューン。すごいペンテル。あ、普通に売ってるペンテルだ。これさ、あのさ、あの書いてると先がこう割れるのね。だけど、あの時間が経つと戻るのよ。だからこうローテーションで。はい。使っていくと無限に使えるんだよね、時間差攻撃で。すごい無限なんですよ、ここだけ、ここだけカートリッジ変えれば、超便利です。あ、じゃあ同じペンを使って、あ、じゃあこれでずっといろんなキャラを描かれてこられた。いやー、どうしよう、うりり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 、興奮します、ありがとうございます。震える、こんなもうお漏らししています、私。すごい、この爪で描くの？この爪で描きます。はい。すごい。うわ、いろいろドン引きなさってる。ここすごい、ここすごい宝箱になってる。すごい。これはあのさ、ストーリーのまず最初ネームって言って、うこうやって描いてってコマの下書きの皿に、うん、そうですね。でこうやって起こしていくって感じなんですけど。爪描きちゃったー。お忙しいですね。そうですね。健康の真っ只中ですよね。数の脳みそそのまま再現された感じですね。そうですね。これはね、編集部が分かればいいですから。ああ。しょこたんはこういうの書かないの？いやー、書いた試しがないでございます。いきなり行くんですか？はい。下書きもしたことないんですよ。分かんないんですか？うまい。いやいやいや。いや、もうよく私も家で丈太郎様と自分のキスシーンとかを書いています。これサイズ合ってるんですか？合ってないですね、明らかに。わざと大きく作って、はい、もうこれはもうダボダボで、嬉しいです。すいません。どうしよう。2時間目は憧れの荒木先生に直撃質問。お隣に座らせていただきたいと思います。どんどん引いてらっしゃる。ちょっと今日はですね、はい、せっかくの機会なので荒木先生にそのいろいろ聞きたいことを振り絞って聞きたいと思うんですけれども、じゃあまず失礼させていただきます。一つ目、ドボーン。もしスタンド能力を一つ手にすることができたら、誰のスタンドで何がしたいんですか？ジョジョの世界に登場するスタンドとは、人間が引き出す精神的エネルギーが具現化したもので、スタンド使いの背後から人物化、時には物質化して出現。このスタンドは使い手によって形や能力が異なり、その能力によっては動いたり攻撃したりするものである。スタンドとスタンド使いは一心同体であるため、スタンドが傷つけば使い手もダメージを食らう、ジョジョを象徴する能力なのだ。もうさまざまなスタンドをね、生み出してこられた荒木先生がやっぱり考えられると思うんですけども、もし使うなら誰になって、誰のスタンド、僕のキャラクター。そうですね、しょこたんだったらどれがいいんですか？しょこたんとか用意していいんですか？ああ、ぜひしょこたんと発想なかった。すごい嬉しいです。いやですね、いや私はですね、やっぱりな、もう丈太郎様と結婚をしてですね、丈、はいはい、太郎様の子供を産むのが夢なんでございますね。はい、はい、で、はい、丈太郎様と結婚して、はい、やれだぜと言われて、こうペット唾を吐かれて、あー嬉しいというのが夢なんですけど。スタンドの話でしたね。そうですね、スタンド、スタープラチナ、スタープラチナでオラオラされたいですね。僕ですか？